踏切の電線の上ですが、いましたね、カラス。かなりの数が電線の上に止まっています。 JR 長岡駅周辺をねぐらとするカラスの大群。20年以上前から軒下や電線、樹木などに住み着いています。日中は遠くの餌場などに移動するため姿を消しますが、夕方になると一斉に戻ってきます。多い日にはおよそ1万羽いるとも言われています。付近で店を構える人たちは長年その被害に悩まされています。まあ、うちのゴミなんですけども、 このぐらいやっててもやっぱりカラスっていうのは頭いいですから、ちょっとこう間があればつっついてこう漁って、ここの辺のみんな飲食店のゴミ箱を倒すとか蓋を開けるとかぐらいなことは軽いとやられるんで、そういうふうにちょっと重しをつけて工夫したり やったりしたんですよ。長岡駅前で老舗中華料理店を経営する引田さんが最も困っているのはカラスの糞です。もう匂いがすごくて、いたためれないぐらいの匂いですよね。駅降りた、市外県外の方からやっぱり汚いんだって言われること自体がやっぱり嫌じゃないですか。お客様の出入りするときに開けるから外れた時に糞が落ちてきたりとかという、こういうのが一番ですね。ホテルでは屋上にある対策を施しました。こういう有刺鉄線、これを手すりにつけて、でカラスが止まりにくいようにした。そしたらここにはほとんど止まらない。頭がいい鳥だということですので、時期慣れてまた戻ってくるのかなと。このカラスたちはなぜ長岡駅周辺に住み着くようになったのでしょうか。天敵がいないということ、それと屋根があって、雨露をしのげるということ、あと近くに商店街があって、割と暖かいので、夜ゆっくり過ごせる、そういったところから、増えたのではないかなと。実は周辺の鳥の問題は今に始まったことではありません。こちらは2000年の様子。当時は大量のムクドリが住みつき、同様の被害で市民を悩ませていました。そこで対策に乗り出した長岡市。かつて取った作戦はカラスの模型やカラスの悲鳴を使って追い払うというもの。一定の効果があり、一時はカラスの姿はなくなりました。しかし学習能力が高いのがカラスの特徴。その後少しずつ戻り、イタチごっこが始まりました。ここから照射されるかな。そこで長岡市は今年度1100万円の予算を計上。6月から地元企業の協力のもと新たな対策を始めました。鮮やかな光を放つこの装置でカラスを追い払う作戦です。種類2種類色が出ると思うんですけど、実際はもっと4種類出てて、人に見えない色もあって、でそれに対してカラスが見ることで、で危険と察知して移動すると。レーザーがカラスの視覚を狂わせる効果があるのだといいます。午後7時過ぎ、ねぐらに戻ったカラスにレーザーを向けると、今カラスに光が当てられました。瞬く間に当てられたカラスは遠くへ逃げていきます。カラスは羽の音を響かせて
闇の中に退散しました。樹木にも この日回った場所でほとんどのカラスが逃げていきました。また長岡市と JR はカラスが警戒する際に発する鳴き声を流す装置も導入。その場所が危険であると認識させることで近寄らないようにする狙いです。この2つの新たな対策でカラスは姿を消したと思われましたが、最初は10割逃げたわけですけれども、この2ヶ月で慣れたカラスが、1割弱逃げないと、カラスが逃げないという状況も出てきましたので、再びイタチごっこに。先月下旬から対策を強化し、夜だけだった光の照射を朝まで1時間おきの実施に変更しました。ここまで一定の効果はあるといいますが、一方でやはり学習されてしまう懸念があります。カラスの被害を少なくするために市民にもできることがあるといいます。食べたものが捨ててあるとか、それを狙ってカラスもやっぱりやってくる可能性はあると思うので、ポイ捨てをさせない、しない、そういう街もきれいになりますし、はい、一石二鳥かなと思いますけれども。そして正念場はこれからのシーズンです。この9月から、繁殖が終わって、子育てが終わって一段落したカラスが、市内各地周辺の地域から集まってきます。それを少しでもねぐらにさせないように追い払いを続けていきたいというふうに思ってます。長岡市とカラスの攻防、終わりは来るのでしょうか。